カール・ハラーは、バイマル共和制ドイツのジャーナリスト、政治活動家、トゥーレ協会会員、国家社会主義ドイツ労働者等の前身ドイツ、労働者等の創設者の一人だが、後に追放された。ハラーは、第一次世界大戦期には、トゥーレ協会の一員として、フェルキッシャー・ベオバハターのスポーツジャーナリストを務めていた。1918年3月に、 良き講和のための労働者委員会を設立した。1918年10月、協会員のルドルフ・フォン・ゼボッテンドルフから思想労働者に広めるために11月、ポーリティシャー・アルバイター・ザックに解消された。トゥーレ協会は、ナチ党の勢力拡大とともに影響力を失い、ナチ党の権力掌握後の1937年に解散した。党追放後は目立った。 政治活動を行うこともなく、1926年9月5日にミュンヘンで死去した。ありがとうございます。